女子の優勝争い大詰め、最終滑走、ロシアのパゴリラヤ16歳。フリーの曲は火の鳥。すべてが決まるフリーの演技です。まずは昨日見事に決めた3回転3回転。トリプルルッツ、トリプルトーループのコンビネーションジャンプ、高さ、スピード、流れ、完璧でした。トリプルループ、シングルループ、トリプルサルコ。これも安定しています。コンビネーションスピン。町田樹も演じました。ロシアの作曲家ストラヴィンスキーの火の鳥によっての演技です。スピンもしっかりレベルが取れていたと思います。昨日最高評価レベル4を獲得したステップ。ステップシークエンスも体を大きく使ってとても素晴らしいと思います。トリプルフリップ、トリプルルッツ、ダブルトーループ。そして続いて昨日唯一マイナス評価のついたダブルアクセル。ダブルアクセル。しっかり乗りました。バタフライからフライングキャメルスピン。少しスピンってブレましたね。もう一度ダブルアクセル。トリプルループ。最後のジャンプを終えました。女子の優勝争いも大詰め。コレオシークエンス。レイバックスピン。最終滑走、火の鳥を力強く演じ切りました。ロシアのパゴリラヤ16歳。去年はグランプリシリーズ優勝と3位、ファイナルまで駆け上がりました。今シーズンもメキメキと力をつけていることを感じさせるショートとフリー、このカナダ大会でした。のトリプルルッツ、ね、トリプルトーループは
ファーストジャンプがすごく高かったですね。のトリプルループ、シングルループ、トリプルサルコも回転もしっかりしていたと思います。去年のファイナルでは悔しい思いをしたこのパゴリラや、そのファイナルでメダルを取りましたワグナーとの優勝争い。ワグナーは 186.00 というトータル、そしてパゴリラヤのトータルの得点は 191.81、 ワグナーを上回りました。見事にロシアのパゴリラヤ優勝、このカナダ大会を制しました。本人もこの表情です。グランプリシリーズカナダ大会女子シングル優勝はロシア。